赤豆、黒豆、黄豆。アドベンチャーゲームルール更新ピースフル、はい、行ってみましょう。まずはここか。これはまだ簡単でしょう。もうポンポン行きますよ。よいしょよいしょよいしょ、オッケーオッケー。一段飛ばしていいかな。でもってここをこう、私は問題ない問題ない。これぐらい簡単かな。はしごか。これも多分問題ないと思うよね。こうちょっと横にずれていけばいいだけやけん。あ、おうおう。でもってこう動いて、この辺は、お、はしご一つ飛ばしなんだ。これはどうすればいいかな。こう、あ、案外いけるわ。けどそういう慣れてないって感じよ、俺。あかん。まあ俺 R すら慣れてないからね。ちょっと、やったことない系のやつは簡単なやつでもミスはすりますよ。あ、外れ系マイクラフターってわけじゃないんですよね。俺はグダグダ系マインクラフターですからね。ちょっとしたグダグダを勘弁してほしい。あっ、えっ、これはおかしい。これは早すぎる。よいしょ、はいはい、よし。ここ飛び越えて、ここは問題ないんですよ。動くだけだからね。まあゆっくり行けばいいでしょ。もうクリアすればいいんだよ。クリアすれば大丈夫で、こうあれアスレッティンはマイクラのアスレッティンはちょっとね、あの初見殺しというか2回3回やってなる、ようやくクリアできるように設定されてるようなもんだと思うんですよね。1回でいきなりクリアできるなんて、そういう簡単なことは、そういう甘いアスレっていうのはマイクラにはないと思うんですよね。こっからこう飛ぶんか。よいしょ、こうか。ここの辺、この辺、あ、ちょっと飛びすぎ飛びすぎで、ここの辺で、で下に降りればいいか。オッケー、問題ない。もうすっげえこいつアスレそんなにやったことないやなって考えてどうと思うよ、すでにさ。俺はそういうマインクラフターだ。俺はそういうマインクラフターとして生きているんだ。よし、だけもうゆっくりになりますよ。あれ、もうこれ一つチェックポイントか。これチェックポイントのスイッチ、あ、スポーン変わった。これチェックポイントだった。これでステージ1みたいな感じなのかな。で、上に上がったら、へー、そういうこと。よっしゃ、多分これからステージ2やろうな。まあ俺のマインクラフトの圧制力の低さはなんか視聴者さんに知らしめてしまった感はあるけど、は溶岩がある。押したらあかんパターン。圧制って大体押したらあかんパターンやけどさ。よいしょ、こうちょっと段差がある、こうで、あーあここは高低差があるパターンのやつやなって言おうとしたのに、ここは勢いよくいかなあかん。あダッシュの勢いじゃないんやけど、それなりに長く飛ばなあかん考えて、よいしょ、こっからよいしょ、こう飛んで、あ、これ上の段に登ってギリ前で止めて、この状態でジャンプすれば届くんや。いけるな、オッケー。あれ、
ステージ2扱いなの。あれこれどこからどこまでがステージ2とかあるんかな。まあいいや、ステージ2スポンジ点押した。これ難しそうやな。あ、でも一つ目飛んだら、あとシフト押したら結構、二人でチャラっぽいぜ。この俺の歌を聴け。歌は別に歌わんけどな。こうしても、あ、なんかこれ、このままジャンプしたら届かなそうな気がするな。よいしょ。あ、行けたわ。買いかぶりすぎだった。あ、なんこれ。何個？え、何あれ？さっきもあって実はスルーしたいんやけど、こういうんがあるんよね、ところどころ。ちょっと行ってみてようかな。多分この先案外楽勝感があるので、舐めとうわけじゃないけど楽勝感があるので行ってみましょう。行ってみましょう。怖いな。怖いな。なんかこっちの方が怖いな。押したら死みたいな感じが怖いな。届け。あ、ダッシュできてない。もういけるな。あっ、調子乗った。チョロチーズ、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 チョロ、あこれどうしようかな。あ、雨降ってる。外なんか暗くなってる。どうしようかな。この先って何があるんだろう。ちょっと行ってみよう。ほんと行ってみよう。さっきあったのはいかんかったけど、いっ、あっ、ねえ、今のなんかなんか奇跡的にここ来れた。せっかくだからちょっと探検しよう。この辺探検しようかな。はい、なんもないっすね。バイバイみんな。あ、嘘。多分作者さんはさ、これを作って、この溶岩を敷き詰めたん作ったんはさ、こういう不備の状態で外に出てしまった時の対策のためなんじゃないかなって俺はちょっと思うね。ほら帰ってこれた。アジャッポ、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 アジャッポ。ここだけはちょっとシフト使って、アジャッポ、オッケー。で、こう登ったら、ほんとここどうしようかな。なんかこれ、頭ごつーなんでちょっと変な飛び方したんやろ、さっき。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、ここでシフト使って限界ギリギリのジャンプを見せないかんわけですよ。よいしょ。あらーん。もう実は何度かカットしたけどね、結構ねシフトなしで一挙ってたらもう雑になってね。だからもうちょっと細かいところでもシフト使ってしまうよ、自分がいる。あー、人間同じことを何度も繰り返したら、あーちょっと調べてるんだけどここで落ちるのやめようぞ。俺言いたかったこと、人間何度も同じことを繰り返しちゃったらなあなあになるんですよ。だからちょっとチャランポランに進みすぎて、さっきまで綺麗にシフトなしで行けとったところが行けなくなると。よし、というわけですけど、ちょっともう細かく丁寧に行って最後まで行ってしまおう。よいしょ。さっきおちゃんここやったな。あっ、平常心っていう言葉があります。平常心というのはね、平気の平に、なんだったっけな、平常心の常、常、まあ通常の常か、とか言って、心って書く、つまりまあ、いつも通りの緊張しない心を保つことが大事ってことですな。お、四角。こういうタイプか。で、こうの、オッケー。着地したときシフト押したら普通に綺麗に止まれるという当たり前体操をやっております。よいしょ。この辺はまあ、あ、これ怖いな。よいしょ。あっ、でこう飛んで、ここは辺は問題なし、いけたな。あっ油断した、完全に今油断した。
よっしゃ、問題ない、問題ないってさっきからカットしておけば結構時間かけたからね。よいしょ。おで、感圧板あって、ここだ。さて、次か。